おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも私、まっけんでございます。さあ、今回は久しぶりの買い物動画なんですが、どこかのお店に行ってじっくり買い物をしている姿をお届けするのではなく、京都のいろんなレトロゲームショップに行ってる様子を皆さんにお届けしたいと思います。ただ今回は1日でいろんなお店に行ったわけではなくて、日にちを分けてお店に行ってるんですよ。まあその辺はね、一本の動画になるようにうまくつなげていこうかなと思ってるんですが、見てる方がね、あれ？この辺の時系列なんかおかしいなと思うところもあるかもしれませんが、まあその辺はね、ああそういうことなんだと思いながら見て楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは早速行きましょう。スタート。さあやってきましたよ、京都。この京都駅から反対を向くと目の前に見えてるのがアバンティですね。ということで今日はね、京都にあるレトロゲームショップをいろいろ見て回りたいと思います。いや、いいもの買えるといいんですけどね。初めて行くお店も多いのですごく楽しみですよ。あとね、天気が良くて本当に良かった。天気が悪かったらどうしようかなと思ったからね。そして最初に行くお店なんですが、まあ、ここからね、どれぐらいかな、まあ、500メートルぐらい、そんなにないか、行ったところにあるコミックショックさんというお店なんですけども、まあ、基本的にはね、古本屋さんみたいなんですが、どうやらね、レトロゲームなんかも売ってるみたいなんですよ。まあ、行ったことがないお店なんでね、どういったお店かはちょっとわからないんですけども、なんかいいものが買えるといいなと。まあ、京都駅はね、何回も来てるんですけども、そんなレトロゲームが売ってるお店近くにあったんですね。さあそろそろだと思うんですよね。まあ、アプリでね、ちょっとお店の場所も確認したんですけども、この辺りにあるはずなんですよ。さあ、あれかな、ここじゃないですか。到着しましたよ。コミックショックと書いてますね。そしてこれすごいな。あ、お店の外にこうやってずらーっと商品が並んでるみたいです。スーパーファミコンのソフトがなんかもう自分の家の壁のような感じで並んでますね。これ並んでるって言い方でいいのかな。そしてその下にはプレステとかサターンのこうディスク系のソフトがいろいろあるみたいですね。こちらは幻想水滸伝の外伝ですとかで、ちょっと向こうの方も見てみましょうか。まあ、場所を確保するためなんでしょうけども、ケースから出してしまうという並べ方はすごいですね。さ、ここにあるのは、あ、64のソフトか。これは知らないゲームですね。まあ、64のソフトはちょっとあんまり詳しくないんですが、もしかしたら結構レアなやつもあるのかな。これがスーパーファミコン。スーパーファミコンのソフトに関しては、まあ、そんなにレアなソフトはないんで、まあ、割とよく見かけるソフトが多いのかな。まあ、むしろこういうね、本当ディスク系のソフト、これテイルズ・オブ・ゼスティリアか。これがでも300円はすごい安いと思うんですよ。この辺が Wii ですね。まあ、ザ・ラスト・ストーリーなんかもありますけど、探せばね、なんか他にもいろいろありそうですよ。ドリキャスのソフトもありますし。さあ、JR の稲荷駅に到着しました。この駅に来たということは、まあ、あそこに行くわけですよ。そう、お邪魔館深草店ですね。ではこの道をまっすぐ向かっていきましょう。まあ、お正月と比べるとさすがに人は少ないですが、それでもね、駅周辺はかなり人がいましたよ。まあ、今年のお正月に福袋を買いに来た時は伏見稲荷に行きましたが、まあ、今回は伏見稲荷には行かず、まっすぐお店に向かいたいと思います。ただ意外とね、こっからお店まで歩くんですよね。多分1キロぐらいはあるんじゃないかなと思います。さすがにこの辺まで歩いてくると
あまり人はいませんね。あとここの景色が京アニのアニメで出てきそうな感じがして、すごくいい雰囲気。まあお邪魔館さんはね、あのファミコンの吊るすようなディスプレイが特徴的ですけども、意外とね PC エンジンの在庫が多い店も多いので、私はねやっぱちょこちょこと大阪も含めて行かせていただくんですよ。まあ以前撮影で行かせていただいた上新庄店さんなんかは PC エンジンのラインナップ在庫がすごかったですからね。まあ今日もその辺を期待したいと思います。大通りに出ました。あとはもうここをまっすぐ行けばお店が見えてくるんで、もうちょっとという感じですかね。まあもうこうやって長い距離を歩いてると本当にね普段からの運動不足を感じます。まあ、これからお邪魔するお邪魔館深草店さんなんですが、実はねゲーム以外にもカードもすごい品数が多いんですよ。まあ、最近はねポケカがすごいブームになってるみたいなので、その辺の商品を探してる方もねぜひ行ってみてほしいなと思います。お、ファミリーマートも見えてきたのでもうすぐですね。もうあのファミリーマートの隣にあるので、ということでようやく到着しました。結構歩いたな。こちらお邪魔館深草店さんです。やっぱりねお邪魔館さんはどの店舗もそうなんですが、昔懐かしのファミコンショップっぽい雰囲気がすごくいいんですよ。まあ、今回は撮影許可とかは取ってないので、このままお店に買いに行きたいと思います。さあ今日はね京都の駿河屋さんに行こうかなと思うんですけども、ただその前にですね、どうやら京都の祇園祭りがやってるみたいなんですよ。まあ、せっかくなんでその京都の祇園祭りもちょっとね、立ち寄っていきながら、まあ、撮影していこうかなというふうに思います。いやでもすごい人ですね。ただこれでもまだ本番ではないんですよ。まあ、私自身ね過去あまり祇園祭りに来たことがあるわけではないんですが、どっちかって言ったら日が暮れてからの方が本番なんですよね。いやこの辺りもすごい人ですね。ただこれだけ人がいてるとなんかようやくコロナも収まってきたのかなっていう感じがして、まあ、それはちょっと嬉しく感じますね。まあ、こういうね普段見れないような景色を見れて京都をしっかり堪能できたので、あとは駿河屋さんに向かいたいと思います。ここからどうだろう、多分歩いて20分ぐらいだと思うんですよね。いやでもほんとすごいな人が。これが1ヶ月ぐらい続くんでしたっけ、違うのかな。さあ寺町峡谷商店街だったかなにやってきました。この辺はね結構アニメとか漫画系のショップが充実していて、確か羅針盤ですとか虎の穴、あと近くにはアニメートもあったかな。まあ、他にもカードショップがあったりと、いろいろねそういうお店が充実してるんですよ。ただ今回目的の駿河屋さんはちょっとね場所が離れていて、まあ、ここをまっすぐ行って商店街を抜けて横断歩道を渡ってさらにまっすぐ行ったところにあるので、まあ、そこまでね、歩いていきたいと思います。まあ、商店街の中の賑やかな感じと比べるとこの辺はかなり落ち着いた雰囲気になってますが、ただこの方が京都っぽさを感じるのは私だけですかね。ここの駿河屋さんはねちょこちょこと来たことはあるんですけども、初めて来た時はどの辺にあるのか全然わからなくて結構迷いました。まあでもここまで来たらもう間もなくね見えてくるはずなんですけども、あでもよく見たら看板が見えてますね。あとだいたい100メートルぐらいかな、150メートルぐらいか。まあ、例によってね駿河屋さんはお店の中の撮影はできませんので、お店の前まで、まあ、撮影して、まあ、行ってきますという感じで買い物をしていきたいと思います。さあということで到着しました。
まあ、ここの駿河屋さんはね、 PC エンジンのソフトが結構充実してるんで、まあ、期待しててください。皆さん、では行ってきます。そして次に向かうお店なんですが、まあ、これは番外編という感じですね。まあ、せっかくここまで来たんで、ついでに見ていこうというお店です。というのも、任天堂ショップの京都店がオープンしたみたいなので、まあ、店内の撮影はできないとは思うんですけども、まあ、お店の外からね、どんな感じなのかなっていう雰囲気だけでも撮影しようかなと思います。で、その場所なんですが、高島屋の中で意外とね、駿河屋さんから近いんですよ。で、同じ建物の中にマンダラケもオープンしたみたいなんですが、どうやらね、そこのマンダラケはレトロゲームが売ってないみたいなので、まあ、今回は行かないでスルーしようかなと思います。と言ってる間に目的地の高島屋に到着しました。ちょっと何階にあるか場所を確認しておきましょうか。どうやら7階に任天堂ショップがあるみたいですね。おお、すごい、入り口入っていきなり巨大なマリオがいてますよ。おお、すごい並んでるな。まあ、今回はね、中に入るのを諦めて、また日を改めて来たいと思います。ということで、ここからは購入したソフトの紹介です。どうぞ。さあ、それではですね、今回京都のいろんなレトロゲームショップに行って購入してきたこちらの商品を今から順番に紹介していきたいと思います。1本目に紹介するソフトはこちら、 SNK から発売、脱獄プリズナーオブウォー。このソフトはお邪魔感で2980円で購入してきました。脱獄プリズナーオブウォー、アーケードゲーム脱獄をファミコンに移植した作品で、アーケード版は2人同時プレイが可能でしたが、ファミコン版は1人用のゲームになり、キャラクターが一回り小さくなりました。ただ各ステージにボスが追加されたり、強化アイテムが登場したり、ステージのバリエーションが増えるなど、家庭用向けに調整されてパワーアップした部分があるんですよ。正直このソフトは以前に購入した記憶があるんですが、ただどこを探しても見つからなかったので、今回購入することにしました。ちなみに少し前にこのゲームを動画にアップした時は SNK40 周年アニバーサリーコレクションに収録されたものを使用しましたね。2本目はこちら、コナミから発売、極上パロデュースダーデラックスパック、お値段1480円で購入しました。実はこのソフトはすでに持ってるんですが、ご覧の通り前の表紙と説明書がなかったので、今回新しく購入してきましたよ。極上パロデュースだデラックスパック、あのコナミの名作シューティングパロデュースだと極上パロデュースの2本をセットにした、いわゆるオムニバス系のソフトですね。プレイステーション版とセガサターン版の2本出てるんですが、まあ、今回購入してきたのはプレイステーション版です。ちなみにプレイステーション版の方は処理落ちが多いんですが、セガサターン版はキーコーフィングがないんですよ。どちらも90年代を代表する名作シューティングですが、特に極上パロデュースは格ゲーブームの中に発売したにもかかわらず、当時すごい人気でしたね。私もめちゃくちゃ好きでした。3本目に紹介するのはこちら、 KSS から発売、プレイステーション用ソフトデザートアイランド。こちらのソフトは今回お邪魔感さんで1980円で購入してきました。デザートアイランド、地図上に存在しないはずの未発見の島に各国の調査隊が上陸し、そこで遭遇する様々な動植物を博物誌に記載していくという内容で、ジャンルはサバイバルライフシミュレーションとなってますね。フィールドは全て 3D で描かれており、海岸を起点に補給テントを立てながら島中を歩き回って調査を行います。歩いた箇所は自動的に地図に記載され、時間が経つと昼や夜に変わるんですよ。
島を歩いていると動物や植物を発見することがあり、姿を見ると調査記録に加えられます。発見率や島を移動した割合がカウントされ、その業績によってエンディングが変わってくるみたいです。4本目に紹介するのはこちら、日本テレネットから発売、 PC エンジンスーパー CD ロミオソフトポリスコネクション。こちらのソフトはお邪魔感さんで2480円で購入しました。ポリスコネクション、それはスゴロクゲームとアドベンチャーの要素がミックスされた珍しいタイプのゲームで、プレイヤーはサイコロを振ってボード上を移動しながら事件を解決していくという内容です。哀れな姿をさらけ出し、事件は3種類用意されており、ゲーム開始前に1つ選択します。ボードゲームでいうところのマップを選択する感じですね。参加できる人数はマルチタップを使えば最大4人で遊ぶことができるんですよ。アイデアは斬新なんですが、残念なのが1人プレイでコンピューターと遊ぶと3人のコンピューターがほとんど同じルートを通るんですよ。面白いコンセプトなだけに少しもったいないなと感じました。5番目に紹介するのはこちら、ナグザットから発売、 PC エンジンスーパー CD ロム用ソフト、山村美沙サスペンス強戦家京江皿殺人事件。駿河屋さんで3700円で購入しました。山村美沙サスペンス強戦家京江皿殺人事件、人気ミステリー作家山村美沙原作によるアドベンチャーゲームで、旅行グルメ雑誌の記者小早川優子が取材中に殺人事件に遭遇し、そこからさらなる殺人事件に巻き込まれていくという内容です。舞台となっているのは京都で、 PC エンジンのグラフィック性能を生かして京都の風景や料理などがしっかり描かれ、料理の解説や祭りで訪れるお寺など京都を旅しているような感覚を味わえるんですよ。また今作では一般的なアドベンチャーゲームと同じコマンド選択式を採用しているだけでなく、矢印で行き先を指定したり画面内の人物に話しかけたり調べることができるアクティブディスカバリーシステムを採用しています。6本目に紹介するのはこちら、ナグザットから発売、スーパー CD ロム用ソフトウィザードリー5。こちら今回駿河屋さんで3127円で購入しました。ウィザードリー5、 3D ダンジョン RPG の元祖ウィザードリーシリーズの第5作目となる作品ですが、PC エンジン版としては3作品目で、1作目はウィザードリー1、2、2作目はウィザードリー3、4として発売したんですよ。魔女ソーンに捕らえられたゲートキーパーを救い出すため迷宮に挑む冒険者たちを描いた物語で、もともとはパソコンのゲームを移植した作品ですが、 PC エンジン版はオリジナルのオープニングが追加されました。スーパーファミコンでもウィザードリー5は発売されており、スーパーファミコン版にはオートマッピング機能やメッセージメモ機能がついてますが、 PC エンジン版にはそういった機能がないので、個人的には上級者向けかなと思いましたね。7本目に紹介するのはこちら、 NEC アベニューから発売、 PC エンジンスーパー CD ロム用ソフトクイズアベニュー3。こちらのソフトは駿河屋さんで5250円で購入しました。クイズアベニュー3、 PC エンジンではおなじみのクイズゲーム、クイズアベニューの第3弾で、今作では早押し対決のバトルモードと囚われた姫を助けに行く RPG 形式のクエストモードが楽しめるようになりました。用意された問題は7000問以上で、1人用のメインモードクエストモードはオープニングのビジュアルシーンやフィールドマップなどかなり作り込まれたものとなっているんですよ。基本的に敵との戦闘シーンがクイズとなっており、レベルアップやショップで武器アイテムを購入すると戦闘を有利にすることができます。思ってた以上に本格的で面白かったですね。8本目、最後に紹介するのはこちら、ナグザットから発売、
スーパー CD ロム用ソフト、麻雀ソードプリンセスクエスト外伝、駿河屋さんで1万5000円で購入してきました。麻雀ソードプリンセスクエスト外伝、ストーリー性の高い麻雀ゲームで、どんな願いも一つだけ叶うという伝説の剣麻雀ソードを、他国のプリンセスたちよりも早く見つけ出すため、戦士ルティアが旅に出るという内容です。マップ上には最初から5人の対戦相手が表示されており、好きな相手と対局することが可能となっています。5人すべてに勝つと、最後の相手と対局することができるんですよ。キャラクターには体力が設定されており、体力が0になると負けになります。対局に勝利するとビジュアルシーンで相手に攻撃することができるんですが、その時のグラフィックがかなりセクシーなものになってますね。さあ、ということでございまして、今回の動画ここまで見てくださりありがとうございました。まあ1店舗でじっくり買い物をする姿や店内の様子を紹介することはできませんでしたが、その分いろんなお店を紹介できたので、今後ね、京都で買い物をする方がどのあたりに行けばどんなお店があるのかという参考に少しでもなれば嬉しいなと思います。PC エンジンを集めてる方にはね、お邪魔館さんとか駿河屋さんは欲しい商品に出会えるかもしれませんので、ぜひ足を運んでみてください。ここまで私バッケンがお送りいたしました。ではでは、バイバーイ。